戦、アレックスさん大好きチーム柳澤さんのハンター、そして第五人格チームサバイバー、バン、まずバンされたのはリッパーですね。それは柳澤さんのリッパーはバンします、はい、そして祭司をバンしましたね。コケ村、やはり祭司バン安定といったところでしょうか。安定ですね。さあそして結婚者、この2体もかなりもう安定といったところ。一面ですよ、一面でバン一面ですね。お、もうサバイバーもある意味バン一面みたいなコンビになってますが、マイケンさんが傭兵、マジフダーさんがシンガーをピックいたしました。ドイツさん、超欲しいそして機械師は今回いないんですね、はい、女の子さんが空軍をいたしました、うん、マジフダさんはもう秋で死んだ。柳澤さんが白黒無常使ってきましたね。白黒無常来ましたよ、最後の最後に持ってきました。いいですね。もうこうやって第3試合までもつれ込むと普段見られないハンターが見れていいですね。本当にそうですよね。さあ監視者置きましたね。ここでまずは空軍がチェイス入ってますが、監視者があるのでぐるぐるがなかなかできないんですよね、うん、白状態は板を壊すのが少し遅いので、はい、そこをうまく使って先倒しでどん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 行ってますね、はい、ただここは倒さない、速いので、間に合いました。これはうわあまり白黒無常は先倒しがかなりきついので、はい、もうそれを分かってますよね。先に倒す動きは強いので。ただここは感謝で足が遅いので間に合うか、間に合いましたね。で先倒しをもうこうしているだけで結構時間が稼げるんですよ。おー、あー、これは一発で当たりましたね。そうなんですよ、白黒無常はかなり後は残り判定が強いので、はい、白状態の強みを生かしてますね。さあそしてそろそろ板がもうないんじゃないか。あーダウン、まずワンダウン。しかしここがもう板が相当残ってませんね。かなり板使い切ってしまいました。ただまだ銃があるので、はい、これ銃を使ってまあ少し逃げることは可能ですよね。で残り4個になりましたね、暗黒は。最悪の一撃が、はい、ドイッチさんが向かってますが、もうバレてますね。あ、これはあーっとまずいですね。ここから香水を使ってしまうと戻った後も香水が、はい、あーなるほど、ここはもう戻らずにもう一周回る方向にしました。そして一発、あ、割れ窓を使って加速して救助、うまいですね、うん、そしてドイッチさんダウンと。そう、割れ窓理論ということは危機一髪ついてないので、今度はトレードをしてもらう形にしましたね。その間に空軍しっかり逃げてますね。空軍が逃げ切りました。さあマイケンさん、傭兵が近くいます。そしてただ新眼のマジフダさんが解読ずっとできてるので、これはでかいですね。もうすでに2個上がってますね。はい、やっぱり新眼がいると解読ものすごく早いですからね。さあここはなんとか急行を決めたい。さあどうなる、早い、小手が早い、あーギリギリ間に合わない、あーギリギリ、あさあ傭兵に一撃当たることもできなかったですね。このままここで壁に入ってきました。あー、しっかり見てますね、乗り込みません。さあ割れ窓理論があるのでここは早いですが、ここでコースで戻りました。はい、うまいですね、かなり翻弄できてます、ね、はい。でひたすら前剣さんは壁に入ってます、とにかく邪魔してます。さあそしてその間にさらに1台上がりました。あー、しかしやられてしまう。さあ残り1台ですね、残り1台、もうかなり心眼が進めてましたね。これはもうどうなるか読めないですね。さあここから来るのは空軍と前剣さんの2人組な予想がします。ーあー、そして来てますね。さあここで球根を決めに行くんですが、小手で前を倒されてしまいます。そして後ろから、これ空軍の方はこれは回転に向かいました。お、黒状態になって、ね、黒になりましたね。まずはこけさせて一発、あーっと、うまい、見事相打ちといった形になりましたね。相打ち、ただこれで持てるのでまだ上げられないですね。はい、さあこれはちょっと展開がもつれ込んできましたね。白状態になるのかといったところですが、これは暗号機を守り、いや違いますね、これはもう超高所をひたすら追ってます。さあここ狙っていきましたね。さあここでこけさせてから、ただ割れ窓、いや失礼、怪我者ですね、失礼怪我者が早いですね。
そしてタイミング分かってますね。ここで一発、さあそこで暗号機がつきました。割れ窓理論と、仲直りの速さで加速が相当強くなってます。さあ感謝を置いて位置を把握していますが、ゲートに向かってるのは気づいていなさそうですね。さあその間ガンガン回復しています。あー傭兵、おーっとうまいただし小屋側のゲートはまだ開いてないんですよね。どうでしょう、まだ開いてなさそう。開いてないですね、これは。あ、これはうまいしかしまだ傭兵なので、ここからコテを2個使ってゲートまで間に合うか。多分これで両サイドのゲートが開くのではないでしょうか。ちょっと傭兵のマイケンさん、逃げる方向逆の方が良かったですが、もうマジフダさんがもうすでに開けてますね、はい、間に合うのかどうなんだ。あと少し、あと少し、そうですね、間に合うか、これは厳しいか、間に合うかどうだ。あーゲート手前でもうすぐ目の前がゴールなのですが、あーこれはもう間に合うのか。ただワープを使えませんね、索敵できてます。あーバレてしまいました。あーこれはもうあと少しだったんですかね。あー惜しい。